けましておめでとうございます。本年も懲りずに、あ、いやいや、引き続き動画を投稿していきますので、よろしくお願い申し上げます。ねえ、はい、このオープニングはどんなご意向ですかい？新年のご挨拶は大切ですからね。まあそれはそうね。何事も形式というものは大事なのです。で、今回はどちら様へ行かれますか？新潟県の弥彦神社と白山神社に初詣です。初詣って今日は10月24日じゃない？先輩ともあろう人がそんな細かいことを気にしてはいけません。お正月にアップした動画ということで、いつでも初詣の気分を味わっていただくのです。チートな動画のような気がしないでもない。神様に許しを請いに行きましょう。まず上越新幹線を降りた後に弥彦線に乗り換えて弥彦を目指します。弥彦神社でお参りして許しを請うた後、吉田まで戻って越後線で新潟駅へ、白山神社でお参りして許しを請います。今回は2つの神社にお参りするのね。チートを許していただくには2つの神社にお参りする必要があるのです。とある案件で複数の関係者に謝罪に行くようなものね。なんだかよくわかりませんけど、そんな感じかもしれません。この弥彦線は1916年大正5年に越後一の宮の弥彦神社へ参詣するため、私鉄だった越後鉄道によって開業。その時は弥彦駅と今の吉田駅だった西吉田駅の間を走ってました。この吉田駅は越後線との乗り換え駅ね。帰りはここで乗り換えて新潟駅に向かいます。弥彦線はその後、信越本線とつなげるためにこの吉田駅と一ノ木戸駅、今の東三条駅まで延伸、さらにその後に越後長沢駅まで開業しました。本当は鉄道が復旧して今は賑やかな福島県の只見町まで伸ばす予定だったらしいですが、国鉄となって計画は消滅。おまけに東三条駅と越後長沢駅間も1944年昭和19年10月には不要不急線として営業休止となってしまいます。只見までつながってたら観光路線としては人気が出たかもね。多分、きっと、わかんないけど。まあ地域輸送という意味ではね、極めて非常にとてつもなく悶絶するほど、ついでに転げ回って泣くほど難しいのではないかと。キーは壮大でいいんですけどね。1985年に廃線になった倉吉線も終点の山森駅から中国山地をぶち抜いて紀新線の中国勝山までつなげようとしてたもんね。夢とロマンと情熱にあふれる計画ですが。弥彦駅に到着しました。吉田駅方面に戻る便は11時49分だから十分時間あるね。シロッピー、時間間違えてましたけどね。まあ間違えてもだいぶ早く駅に戻る分にはいいけどね。弥彦駅から弥彦神社まで歩いて15分弱、ゆっくり歩いて向かいましょう。弥彦神社を模した弥彦駅もなかなか素敵です。何度かリニューアルされてるものの、この駅舎自体は1916年大正5年当時のものなんだそうです。神社までは分かりやすい道で迷う方が才能がいるほど。この動画がアップされてる頃にはこの道には初詣に行かれる人で大変なにぎわいなんでしょうね。駐車場にも道路にもナウシカのホームみたいに車がひしめいてそう。この閑散とした様子が嘘みたいになるんでしょうね。弥彦神社のご神体はお社の背後の弥彦山、ロープウェイで山頂まで行くことができます。山頂には奥の宮、ご神廟が鎮座、雨のかぐ山の御事とおましほやの姫の御事のご神廟とされてます。弥彦神社の赤い鳥、とても立派です。こちらの神社は越後の国の一宮、富久井神社によくあることですが、創建時期は不明です。社殿によると、雨のかぐ山の御事は第6代弘安天皇元年、西暦紀元前392年の2月2日に越の国開拓の神業を終えられ、神去りざして弥彦山に葬られ、御子である第一子雨の板根の御事が描写を築き、奉仕したことに始まりますとあります。よって弥彦神社はご創建から2400年以上の歴史があるそうです。万葉集にも歌われる古社で、御祭神の雨のかぐ山の御事は越後国開拓の祖神として信仰されたほか、神武統制にも功績のあった神として武人からも崇敬された。そうですよ。なんで言葉切ったんですか？息切れ息切れ。宝物館には日本有数の王たちとして知られる志田の王たちが飾られてるんだけど、武士行ったのかしら？行ってないと思います。源義家や源義経、上杉謙信などにゆかりと伝えられる武具などが写法として展示されてるらしいし。行ってないと思います。やれやれ、お宝がたくさんあるのにね。こちらは随神門、一般的には神には身を当てますが、弥彦神社では神の字を当てるそうです。拝殿と御本殿の前に来ました。月曜日の午前中なのににぎわってますね。にぎわってるね。今の拝殿や御本殿なんかは明治の終わりに焼け落ちてしまったんで、1915年大正4年に再建されたものだそうです。焼け落ちる前は宝物殿の前にあったとのことです。ご神体が城の弥彦山っていうのもロマンですね。次に来た時はあの山の頂に行ってみたいですね。武士は走って登るよね。随神門から来た道を戻る途中に拙者末社の御鎮座地があります。御神域の内外に18のお社があるそうで、ここに御鎮座されているのは、されているのは、
どのお社にどの神様がおられるのか記憶になくてね。ああ。木の玉石で許して、弥彦神社の公式ホームページにこの石の由来について長々と説話が載ってますので、ご興味のある方はぜひ。雑。さーて弥彦駅に帰ろうか。電車の時間間違えて20分も電車の中で何かのトラブルかなと思ってたのは内緒だけどね。それさっきバラしました。弥彦駅から北ルートを戻って吉田駅で越後線に乗り換えました。越後線は柏崎から弥彦の山々の東の麓に沿って越後平野を走って新潟までつながるローカル線。吉田駅と新潟駅の間は新潟都市圏近郊の通勤路線となってて、新潟市に近づくにつれて住宅がたくさん現れるようになります。と言いながら走ってるのは広々とした越後平野のど真ん中ですけどね。この越後線は関東とこの地方を結ぶ大幹線信越本線が長岡や三条といった内陸部を走ることになったので、柏崎から日本海沿岸を経由して新潟に至る鉄道として計画されました。これが越後線の前身である越後鉄道なんですが、資金不足のため信濃川に橋を架けられなくて、ターミナルは新潟駅の対岸の白山に置かれました。1943年昭和18年に橋が架けられ、1951年昭和26年6月に営業運転を開始したそうな。白山駅ってここですね。白山神社が近いのかな。調べてみたんだけどそんなに近くなかったね。お金がなくて橋が架けられなくて越後鉄道の終点だった白山駅の次は終点の新潟駅。越後線って信濃川を2回も渡るんですね。2回渡る信濃川ですが、1度目に渡った時、車窓の左側、海側には堰や分水路が引かれていて信濃川の流量を減らしています。日本一長い信濃川、源流の拳ヶ岳から長野、新潟中の水を集めてくるんで、どうにか水を逃がさないと大変です。燕市と長岡市を流れ日本海に至る大川津分水とともに信濃川の2つの分水路の1つです。2回目の信濃川を渡り切って左に大きくカーブすると上越新幹線なんかと合流して本州の日本海側最大の都市の玄関口新潟駅に到着。新潟市は本州の日本海側唯一の政令指定都市で、人口は2022年12月1日現在で77万7900人。大規模農業の改革拠点として国家戦略特区に指定されています。そんな新潟市はバス路線が恐ろしいほど整備されていることでも知られてます。この BRT もかっこよかった。市役所のバス停で降りるのが最寄りらしいので、きちんと降りて白山神社に向かいます。新潟駅に向かうバスにはきちんと乗れなかったけどね。 N 氏、新潟のバスややこしいってしろって嘆いてた。バス停から歩いて5分もかからないくらいのところに新潟の総鎮守白山神社が静まっておられます。御祭神はくくり姫の御子と、別名を白山姫の狼と申される女神様です。イザナギの御子とイザナミの御子が喧嘩をした時に間に入って仲を取り持ったという神様で、ここから縁結びの神様とされています。無視暴れないで。取り乱してる。ご創建年代は1558年からの永禄年間と1573年からの天正年間の2度の火災で古い記録を失っているためわからないのですが、901年からの延暦年間とも1087年からの漢字年間とも伝えられ、戦国時代には上杉景勝が戦勝の際に寄進するほどのお社だったそうです。公式ホームページには初詣の交通規制や混雑具合のお知らせがあったね。こちらも相当な人出みたいですね。お昼をこちらでいただいた後、バスに2度乗り損ねて市役所のバス停に戻ったところで土砂降り。運がいいのか悪いのか。今回も動画のご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録をお願いします。それと高評価低評価もぜひ。そして本年もよろしくお願いいたします。